はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフィッシュです。今回は信長の野望創造、戦国立志伝の小野正嗣でのプレー続きをやっていきたいと思います。大河ドラマ女城主直虎に乗っかる形で始めた小野正嗣でのプレーなんですけども、大河ドラマの方で若干小野正嗣のキャラクター付けというか位置付けが変わりつつある、変わったのかなというところはですね、大河ドラマをご覧いただいている方は、ご存知かなと思うんですけども、簡単に言うとヒール役から実はいいやつだったというキャラクターにですね、変わりつつある、変わった中、このお家乗っ取り物語としてプレイしている今回なんですけども、ちょっとですね、お家乗っ取りをするにあたっていろいろ弊害が出てきています。で、簡単に言うと今川義元氏真が討ち死にするようなシチュエーション、このシチュエーションができれば宿老のポジションにいる小野正嗣が、家を乗っ取れる、当主の座につくことも可能かなというところがあったんですが、今ですね、今川家こんなに大きくなってますよ。で、こんだけ大きくなるとさすがに義元氏真両方とも討ち死にする、あるいは捕らえられるっていうような状況っていうのがちょっと難しくなってきてますので、お家乗っ取り物語と言いつつ今川家を潰すというようなね、形にシナリオの内容、目的を少し変更させていただきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきたいと思います。で、まずはですね、そのお家を乗っ取るものから信長をはじめとした織田家臣団を取り込んだこの小野正嗣が今川を倒すっていうね、物語に変更するにあたって、まずいくつか対応しておきたいことがあります。まず家臣団を結成しておきましょう。まずは信長を入れ、奉行に秀吉で、武官職に関して言うと卸衆に勝家、一益、あとは刑事くらいを入れておきましょう。で、馬周りに利家と秀政で、旗本、ここに秀長を入れておきますか。で、小姓に年齢が低い、そうだな、年齢が一番低い、ゴンベイあたり入れときますか。入れときますかになっちゃいましたけど、入れときましょう。戦国ゴンベイ、これでいいでしょう。で、もう一つ絶対やっておきたいことがあって、それがですね、提案で領地替えをしてもらいたいなと思ってます。で、今ある城をチリジリになってるのを一箇所に集めたいんですよね。終わり近辺に集めたいので、不要な城は全部回収していきましょう。畿内、京都二条城とかは取っておきたいのでそのままにして、音羽、釜場、大垣、清須、あと2、3、あと1個ですね、城が選べるか、どこにするかな。清須はかなりでかい城になるのでこのままキープしたいですよね。で、あとは犬山、名古屋城か、名古屋城も悪くないな。鳴海城は自分が手塩にかけたというところもあるんで、いずれ奪還したいけど、清須、鳴海、そうすると長島城かな。いや、長島城だったら亀山、あるいは伊賀上野城とかの方が発展する可能性がありますよね。あと小谷かな、小谷にしましょう。これらの城に領地替えをします。で、これで残るのが発言力としては97、いいでしょう。で、ターン送っていきましょうか。で、密談もちょっと入れておきたいかな。そしたら何人かに送っておきましょう。というのも直近ですぐにというわけではないんですが、
割と近いタイミングで独立をすると武将が多分足りなくなるんじゃないかなというのがあるので、引き抜きに応じてくれるような武将がいそうなところは早急に使者を送っておきましょう。今だとこんなところですかね。はい、ではこれでやっていきます。あとですね、ちょうど今週5月20日土曜日21時からちょっと宣伝になってしまうんですけど、当チャンネルミカミックスと一緒にやっているんですが、ミカミックスと、約1ヶ月半ぶりぐらいになるかな、でパワーちゃんラジオライブ、プレイ予定しています。プレイじゃないですね、パワーちゃんラジオライブの方を放送する予定でいますので、もしお時間合う方いらっしゃればですね、ぜひぜひちょっとね遊びに来ていただければなというふうに思っています。でその中では一応何かねコメントとかいただければ拾っていきたいなと思ってますんで、ぜひぜひちょっとね覗いていただければ嬉しいなというところですね。で一応僕とミカミックスで、2パート分かれて放送する予定なんですけど、当然一緒にプレイじゃないですね、やりますんで、そういう意味で言うと、そのパワープロ、ミカミックスのパワープロだったりイースだったり、今だとファイアーエンブレムだったりっていうのを楽しみにしていただいている方で、さらには僕の方でやってるプレイゲームを楽しみにしていただいている方、2人ともじゃないですね、両方ともお楽しみいただけるような形で考えてますので、ぜひぜひちょっとね遊びに来ていただければ嬉しいというふうに思います。で僕の方で考えている題材ですね、もちろんそのいただいたコメントとかの内容に応じて臨機応変に、内容は変えていきたいなとは思ってるんですけども、一応今考えている内容としては、今画面にちょっと出しますけども、ご覧のような内容を少し今は考えています。一応ですね、僕の方で、考えている内容簡単にだけねさらっとご紹介するとですね、まずツイッターとかの方でね、何回かお知らせもしていると思うんですけども、来月の頭上旬にタイの方に遊びに行きますので、ちょっとねタイの状況情報と、あとはそれに向けてという準備の話をいくつか、一つが肉体改造、これもねツイッターの方で話してる内容になるんですけど、あとはシミを消してきました。もう僕も34なんで、ちょっとねケアをしといた方がいいかなというところもあり、シミ消しをしてきたので、ちょっとその話と、あとタイで信長の野望収録もしてますんで、過去どんなのをやったかっていうのと、今回こういうのをやりますよっていうのを含めてですね、ご紹介をしていければいいかなというふうに思ってますんで、ぜひパワーちゃんラジオ、お時間ある方、5月20日土曜日21時スタート予定ですので、遊びに来ていただければなというふうに思います。さあ、では、プレイの方に戻りますが、ですね、ちょっと今独立するにあたって考えている内容としてはですね、同盟の破棄を考えていますというので、どこと破棄するかっていうと、ズバリ武田なんですが、発言力がちょっと足りないので、発言力を貯めたら、早急に武田と手切れをしていきたいと思います。でそのために何をしなきゃいけないかというと、提案で推挙していきましょう。いらない武将です。言い方は、ちょっと、乱暴な言い方になりますが、いらない武将は、ザクザク、出していっちゃいましょう。富田、脇坂、溝口、この3人をまず出すか。ちょっとね武将が欲しい、数が欲しいので、なんともなところではあるんですけどね。
では、まあ、主だったところ以外は、というか、まあ、ほぼほぼ全て委任はしていっちゃいましょうと。で、それに伴って配属をちょっとしていきましょう。まず、キヨスには、秀吉と秀長を入れます。密談が中心になっちゃうけど、ちょっと一旦整理し直しましょう。で、大垣城には、数正と、勝家、利家、刑事。ちょっと贅沢な布陣にはなってますが、しょうがないでしょう。で、小谷にはもう、信長はじめ正信も入ってるのでいいでしょう。釜場だな。釜場に。釜場にこそ武将を一人適当に入れちゃいましょう。まあいないよりはいいかなっていうレベル。観音寺、観音寺に信長で、御所には今小笠原がいるけど、小笠原だけだと心もとないので、ここに数正を入れましょう。あと戦国あと武将がいないところは、乙葉にもいないか。乙葉にもじゃあ武将入れるか。こうなってくるとどうだ。もうこれ以上武将が減らせなくなってるな。できれば北条とも手切れをさせたいところなんですよね。今川を潰すにあたっては武田と今川との三国同盟を解消させたい。表情を始めます。終始をご確認ください。相変わらず信長の声は張りがって怖いな。ではまず早め早めにということで、同盟の破棄、一つ目が武田破棄しちゃいましょう。で、配属面でいうと一応武将は全部入ったでいいかな。入ったね。でこっからなんですが、まあ、適当にやるにしてもだ。いや、先に密談が終わっちゃってるんで密談を入れてった方がいいかな。赤い人は徹底的に密談の対象にしていきましょう。お、村重がいるな。村重も欲しい武将ではあるので、さっきまで村重いなかったですよね。もうこれ以上武将を直参に推挙できる余裕がないので、そうすると三好家潰しに走って早急に武将の引き抜きに入るしかないかな。よし、これで赤は全部使者送りましたね。あとはとりあえずはいいかなというところなんで、これでじゃあ行きましょう。で、すでに武田とはいつでも回戦できる状態になっているので、まあ、武田とは戦いつつ、
まあ、戦ってもらいつつって言った方がいいのかな、小野家としては今後武田と結びたいぐらいですからね。で、今川と北条も手切れをさせるにあたってはどうしてもこの岸和田城とかも取っておきましょうということで、早速出陣していきます。いざ参ろう。出陣します。で、このあとすぐにでも戦いが起きる可能性のある、ところはキープしておきたいので、こんなところでいいかな。できれば今事件にな領地になっている小野正次の領地になっているところからは兵をできるだけ出したくないので、まあ、これでいきましょう。自分のところから出すのは観音寺、まあ、ここはね、まあ、南の音羽東西も自分たちの城で守られているのでいいでしょうと。あとは稲葉山はそもそも硬いので稲葉山から出しても問題ないかなというところで、これで出していきましょう。いざ参ろう。先月の終始。岸和田が落ちたら、あ、毛利がもう来てるな。岸和田が落ちたら、岸和田の先の相撲道場まで取っちゃうでしょ。出陣するぞ。出陣する。承知いたしました。承知しました。我が策、戦場を制す。いざ参ろう。先に貼り付けよう、城に。表情を始めます。洲本城の利権を我が物とするべく岸和田に入ったので、岸和田に人を入れましょう。で、岸和田は変な話売りさばいてもいいんで、そしたら信長は帰らせて、任せください。行きましょう。報告いたしますぞ。先月の収支です。そしたらさっき配属したばかりなんですが、岸和田は早々に移動というか上げちゃうので、牧島あたりに戻しましょう。この信長にご命令を報告いたします。で、今、岸和田に誰も入ってない状態が作れたので、ここで家臣提案で献上で岸和田532になるか。非常にでかいな、岸和田一個の城で。いや、これは岸和田献上だな。即献上しましょう。の要領で洲本と、こちら五着、これも献上しちゃおう。
正次は返して杉浦は五着攻めに入りましょう。これで三好自体も滅ぼせるんじゃないか。三好も家がなくなりましたよね。いやでかいな、でかすぎる。さらにひとみちゃんかわいいな。ひとみちゃんは武将にしよう。武将の数が足りないっていうのが一番の理由なんですけどね。で再び提案で献上しましょう。洲本城などいらん。で今せっかくこの状態なんで家臣で登用しておき、家事再造がいるな。でさらに縁組もしちゃいます。まず信長に嫁がせて、さらに秀吉にも嫁がせたいけど、秀吉はもう結婚してるかな。となるとあとは正信かな。正信も絶対失いたくないんで、正信に姫を嫁がせましょう。お、松永久秀は今毛利にいるのか。久秀も欲しいですよね。さあこんなところかな。出陣する。出陣するぞ。出るぞ。助立ちいたしますぞ。よし、三好を滅ぼしたね。三好を滅ぼしたらあとはもう適当に騎乗をしてもらいましょう。毛利といきなりぶつかってるのか。しかも元春が来てるな。まあここ洲本城は守りきれないかな。もしかしたら左近とかもね、ちょっともうぶっ飛んでもらっていいので、裏切る前提で無謀な作戦をどんどん立案していきましょう。赤松家の攻略か。まあ、赤松家の攻略もしたいけどね、今はどちらかというと提案でガシガシ加増してもらいましょう。どこを加増してもらうかというと、まずは尾張は全部平らげたい。尾張を制覇でいいよね。尾張のこの5つの城、まあ、近いところからっていう方がいいかな。まずは名古屋城だな。そうすると、いや待て、先にうっかりしてましたね。提案で、同盟の覇気の方かな。で赤松家の攻略をしていいよっていうことであれば、まあ、正次は返しましょうと。岸和田経由で帰らせましょう。赤松家は家紋でいうとここは別所、ここだな赤松。よし、じゃあ赤松家に対して兵を出していきましょうか。赤松に対して出せる兵は意外と少ないな。意外とっていうか全くと言っていいほどない。たまる隊だけ、半兵衛がいるけどここだけ。これで姫路を落とすのはかなり苦戦しそうだな。
まあ、反米がいるとはいえ容易ではないかな。まあ落とすルートとしては無駄に戦わないためにいきなり姫路に行く方がいいでしょう。ちょっとルート迂回ルートになりますけどね。北から攻め込みましょう。で正嗣は返して佐久間森重隊、これはどうだ、急遽ということになりますけど、これも北から赤松を攻めていきましょう。承知いたしました。出るぞ、かかる。出陣するぞ。この信長にご命令を。で今は北条武田と手切れになっているのでよしとしましょう。で配属で、いや違う、家臣で提案、武将だな。どうしても欲しい武将、道館も欲しいしな、雷連もいるし、藤高もいるか。いやーこの辺みんな欲しいな。長政、いやー鹿が義輝も欲しいし、半兵衛はいないのかな。半兵衛は五右衛門とかもいますね。あと柳生兵庫之助、長政、欲しいね。浅野長政の方ですけどね。いやーめちゃくちゃ武将豊富だな今川は。まあ、それはそれとして、まずは藤高をもらいましょう。いやいやいや、先にやっぱり領地だな。名古屋城をもらいましょう。いやーでも350にも使うのか、もったいないけどしょうがないね。領地を固めとかないと不安しかないんで。あ、そうか、五着を売りさばきましょう。まずで姫路も売りさばきましょうということで、まあそれなりにはなるかな。質のいい武将が欲しいですからね。質の悪い武将をもらってもしょうがない。表情を始めます。収支をご確認ください。報告いたします。ではまずは調略で内通で引き抜き、引き抜き、引き抜きと。まあしょうもないって言うと怒られますけどね。武将は少しでももらっておいた方がいいので。こんなところまで飛ばされてんだな小島は。まだ付箋だけか。久秀も欲しいけどな。でそしたらまず家臣で献上しましょう。五着して自分のところの配下にはならなかったパターンかな。もったいなかったな。だとしたら
なんか吉本の直参に入ったっぽい雰囲気がありましたね今。では家臣提案加増で、続いては犬山か鳴海、まあ鳴海だな、手塩にかけましたからね鳴海は。出陣するぞ我が方の城、奪われました。どこか落とされたんだ。洲本城が陥落、洲本城は毛利の手に落ちたか。まあ全く問題ないな。騎乗する。この森重はどうしても室津城に行きたくないんだ。承知いたしました。こんだけ迂回させないといかないっていうね。南部家の話ですね。この信長にご命令を。そしたら収支をご確認ください。家臣提案で献上しましょう。奪われる前に姫路を献上。はこちらの方に切り取り次第、切り取り次第になったかな。そしたらこれで騎乗して家臣提案献上、室津を献上しましょう。いやな、1000までしか行かないってなると先に順番で言うと提案で加増してもらった方がいいかな。犬山城をもらい受けましょう。で回収系は滞りなくやっときたいけど、まあみんな委任中だから委任者に任せるか。で移動で言うと犬山、名古屋、鳴海、この辺りの重要拠点に武将が誰も入ってないな。あまり良くない感じだな。犬山に、おお、ちゃんといるね。吉田とか小島くんとかちゃんと。自分が引き抜いた武将が自分のところにいてくれた、これは助かるな。もう武将不足に悩んでましたからね。というか僕のプレイって基本武将不足に悩んでますよね。いつも捕獲とかされるとそれだけで致命的になるっていう。であと密談でこちらに応じてくれそうな人たちにはまたこぞって、死者を大量に送り込みましょう。しに来るといいこといっぱいあるぞってね、声をかけて回らないと。武将がね本当に足りなくて詰みますからね、武将がいないっていうだけで。結構赤い人いっぱいいるな。村重とかねさっきいたんだけどいなくなってる。あ、いたいた。村重に使者を送りましょう。あとは有力と、あー、明石か。テルズミも欲しいんでゴンベイ送りましょう。よし、こんなところかな。今すぐ出せるのはこれくらいになりましたね。ちょっとすいませんね。
はい、すいません、大変失礼いたしました。でここまででだいぶ陣容は揃ってきたので、ちょっと今回長くなっちゃうんですけど、もう少しだけ、お付き合いをいただければと思います。忘れないうちにね、必要なことはちょっとやっておきたいなというのもあるので、まあ目標としては終わり近辺の城を完全に抑えるところですかね。でこの後は姫路城を売りさばいて、これは三本の矢の話かな、毛利の。そうですね。では久秀がまず引き抜きに応じてくれそうな雰囲気があるので、久秀を引き抜いちゃいましょう、忘れないうちに。久秀は謀反か。まあいいだろう、謀反でも起こしといてもらおう。何もしないよりはいいだろう。で、こっからなんですが、まず家臣で提案、献上。姫路を献上します。室津ですね。室津を献上して、でその間にというわけではないんですが、城の改修はしておきましょう。城門が増形門までしておかないと不安なんで、このあと今川とね戦闘になりますからね。堀も石垣までグレードアップ。あと建設系ですね。稲葉山はパンパンかな。となると進出もできないし、まあ一旦はこれくらいかな。で密談で里見に まずはこんなもんかな。よし、じゃあこれでもう一旦進めていっちゃいましょう。出るぞ。出陣する。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。表情を始めます。収支をご確認ください。なんか久秀がこちらに普通に入ってくれましたね。そしたら久秀は早速ですが呼び寄せましょう。違う違う、久秀は久秀家になってんのか。これはもしかして松永久秀家になってますね。これ松永久秀家は早々に毛利に潰されるな、これを見てると。まあ知ったこっちゃないっちゃ知ったこっちゃないんですけど、そうすると家臣徒用で安政を徒用して出た。でそろそろ人材が足りないよって言いに行きましょう。そうするとまず光秀は絶対欲しいな。光秀、藤高、氏郷、この辺りは欲しいですけどね。さあ着々と謀反の準備が、独立の準備が整ってきましたが、この信長にご命令を、収支をご確認ください。数を受けるとすると、末盛城、水掛城あたり120になるのか。ここは武将をもらう方に専念した方がいいかな。そしたら残りは自力で尾張の残りの城を切り取りましょう。でだ、誰をもらうかなんですが、ライレンも欲しいけど、藤高も欲しい、氏郷も欲しい、半兵衛も欲しいんですけどね。半兵衛に関して言うと、まあ死んじゃいますからね、もうすぐ。あとは樹慶に
ヨシテルも欲しいよな。ちょっとここは先にヨシテルをもらいましょう。奥義一銭持ちのヨシテルがいるとだいぶ戦いがしやすくなりますからね。一銭持ちがいるとそれだけで戦力差を覆せるぐらいの大戦果を上げてくれることがたまにあるので、テルズミのところに使者をもう一度送り直した方がいいかな。まあこんなところかな。はい、じゃあこれでターンを送っていきましょう。ご命令を。よくよく見るとどうだ、左近とかが戻ってないな。ちょっと戻らせたいけど、戻るとするか。摩擦がまあ強制開始、強制的に帰らせればいいでしょう。あと提案で人材選択、藤鷹をもらいましょう。四季山城の収支をご確認ください。でさらに提案人材、ライレンにするか氏里、氏里も捨てがたいよな。あ、長政も捨てづらいし、まあこの辺りまでかな欲しいのは。そうすると上から順番に見ていくと氏里、ただ抜けてるのは道館なんですよね。道館にしましょう。うわ、ただめっちゃ持ってかれるな道館は。まあただ仕方がない。武田から来てるか。武田の元で、いやー武田の元でっていうよりかは武田さんと一緒になんですよ、やりたいのは。さあこれでいよいよ謀反の準備が完全に整ったと言っていいかな。最後に確認しておきましょう。まず提案で献上できる城が他にないかというとないね。まあ、尾張をもう少し平らげたかったかなっていうのと、まあ、城の数がもうちょっと欲しかったかなっていうところはあるんですけどね。であとは配属で、武将を散らしておきましょう。特に前線になるようなところにすぐに武将が出せるように、名古屋城に稲葉山から秀政をしてるこの辺りを出して、でさらに鳴海にも我が愛娘ひとみちゃんを出しましょう。よし、これで完全に謀反の準備が整ったと言えるな。ではちょっと今回ね長くなってしまいました。本当にお付き合いありがとうございました。一旦ここで終わりにしてですね、次回いよいよ独立を仕掛けていきたいと思いますので、
ぜひぜひその様子もお楽しみにしていただければと思います。でまた冒頭話したようにですね、今週5月20日土曜日夜21時からラジオ放送予定ですので、お時間合う方ぜひチェックしてみてください。またちょっとねその時間見れないよ聞けないよっていう人もすぐに動画としても配信できるように準備はしたいなと思ってますので、合わせて確認していただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。